里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。佐藤さん、はい、佐藤さん、まあ、現役時代を含めて全球場行ってると思うんですよ。行きましたね。まあ、解説になってからもいろいろ行ってますよね、はいはい、どこが好きなのか、まあ、プレー集やりやすいのか、それ気になるんですよ。一番ね、はい、いいですいいですよ。やっぱ球場によって違いますか？全然やっぱ全然違いますよね。あと思い出があるね。あ、そのホームラン打ったとか優勝したとか、うん、思い出込みのベスト3ですね。あ、じゃあ好きな球場、はい、やっぱやりやすいやりにくいになると、はい、ドームが絶対やりやすいんですよ、圧倒的に。なんでですか？フライが屋根があるんで、はい、対角線に物がある方がどこにあるか遠近感とか分かりやすいですよ。見やすいってことですか？そうそうそう、空になるともうね、白棒だったりとか青いところにポンって行ってんだとやっぱ分かりづらいんですけど、ドームの方がやりやすいし、はい、風も吹かないし、はい、天気も気にならない、うん、夏はクーラー効いてる、はい、寒くと暖房効いてる、はい、最高なんですよ、はい、もうプレーするんだったら圧倒的にドームなんですよ。じゃあドームの中でも一番プレーしやすかったのはどこのドームですか？相手が弱いところになりますよね、そしたらそうなるんですね。ヤフオクとかではなくてだからそう、思い出込みの、思い出込みの好きな球場、うん、の、はい、ベスト3いいですね、はい、はい、じゃあまず3位からいきましょうか、はい、第3位、じゃん、ZOZO マリンスタジアム。おー、ホームスタジアムが3位、はい、まあ、僕の時は千葉マリンスタジアムでしたけど、はい、今はね、ZOZO になってますけど、はい、3位ですね。3位、はい、なんで3位？まあやっぱり1位、2位の破壊力の方が高いですよね。へー。でまあそのまあなんで、まあ、3位ね、はい、マリン、やっぱりマリンのおかげで技術が向上したっすね、はい、あ、風とかですか？一番難しいっす。12球団でも一番難しい球場っす、はい、あれより難しい球場ないっすよ。どういう時が一番難しいなと思うんですか？やっぱ風が吹いた時ですよね。風が吹いた時に、風が吹いた時に、はい、風向きによってもピッチャーの曲がり幅も違うし、風があるからって曲がるわけでもないし、はい、風があっても全く曲がらないとか、逆に伸びてきたりする時もあるんですよ、フォークボールがとか。だ、そういうので取るのがすっごい難しいですけど、はい、まあそれによってそのキャッチングの技術が磨かれたっていうのもありますし、フライも本当大変なんですよ、はい、キャッチャーフライ、はい、であと打っても逆風でホームランになんなかったりとか、はい、逆に風で押されてホームランになったりとか、で太陽がちょうどセンターバックスクリーンの後ろにデーゲームも上がるんですよ。うわ、バックスクリーンが南なんで、はい、だから上上がるともうほぼ見えないんですよ、太陽に被るんで眩しいんで、うん、だすっごい難しい球場だったっていう思い出です。へー、でもそれがホームグラウンドなんで70試合ぐらいするわけですもんね。最悪ですよね。めちゃめちゃ鍛えられますね。そうなんです。ちょっと不利な気もしますよね。めっちゃ不利ですけど、はい、慣れてるってみんな言うじゃないですか、はい、なしでねえよってもう諦めてるだけっていうそうなんですか。もうやるしかないんですもん。そうです、ね、あと鈍感でありますよね、もう一桁台の風速だと気にならないですよね。でみんなね、風速マジックにやられてるんですよ、はい、今日はすごい。マリンしか風速計がないんですよ、あれ。神宮でも横浜でも、はい、広島でも、うん、仙台でも、はい、風10メートルぐらい吹いてる時、はい、結構ありますよ、はい、ありますよね、はい、でも風速計がないんで、ないんだ、旗しかないから、はい、視覚的に、はい、分かんないんですよ。だからみんな風のこと気にならないんですよ、はい、であとマリンは屋根に傘があるんで、はい、ここ風が当たったらここに当たって下に来るんですよ。他の球場こうなってるからこう抜けていくじゃないですか、はい、そういったところのこの屋根によっての風が舞い込んでくるののまた難しさもありますけど、へえ、まあ難しかったですね、はい、まあまあ、一番若い時は本当苦労しましたね。2アウト1、2塁で、はい、ピッチャーとキャッチャーの間のキャッチャーフライを、はい、ノータッチで落として2点入るっていう最悪のパターンもありますしマジ辛いですよ。うわ、辛いですね。ファールだったらいいですけど。わー、まあ、鍛えられた思い出のお世話になった球場っていう、はい、好きなのと思いきや、はい、プレーするには一番嫌いって難しすぎじゃあ第2位は、じゃーん、じゃん、神宮球場っていう。おー、もうこれまた外の球場で、神宮ね、はい、やたら打てるんですよ。これは自分の相性ですか？そうです、そうです、はい、めちゃくちゃ打てます。へー、ね、皆さんよく分かってると思いますけど、はい、神宮には方程式があるんですよ。なんですか？雨、はい、満塁、はい、ビハインド、はい、イコール、はい、逆転満塁ホームランっていう。へー、そういうシチュエーションがあったわけですね。2年連続しかも。すごい。2006年に、はい、雨の日にもうめちゃくちゃ雨降ってて、はい、試合前時間も伸びたんですよ、はい、で
いつ試合中止になってもおかしくないっていう状況の中始まったんですよね、はい、でそれで5回ですよ、はい、2アウト満塁で回ってきて負けてたんですよ、はい、でこれ多分打たないとこのまま試合終わるなみたいな、はい、雨でもう途中で終わっちゃうなっていうコールドゲームになっちゃうなっていうね、はい、しかも神宮だったんで、うん、ヤクルトの主催ゲームじゃないですか、はい、で中で交流戦の優勝もかかってたんで、はい、ヤクルトとロッテで負けたら優勝もなかなか難しくなってくる中で、はい、今巨人のバッティングピッチャーやられてる藤井から、はい、インコースの胸元レフトスタンドに弾丸ライナーでホームラン打って今もその景色ってやっぱ覚えてるもんなんですか？めちゃくちゃ覚えてます。うわー、そのいい思い出なんですね。でその、はい、翌年ですよ、はい、2007年、はい、またもや、はい、雨の神宮ですよ、はい、試合前から、はい、あれ今年は雨だなと、はい、ひょっとしたら、うん、なったら、はい、ビハインドで、はい、満塁で回ってきたんですよ。何回とか覚えてるんですか？7回とか8回7回ぐらいだった、はい、と思うんですけど、はい、またネクストベンチから、はい、ネクスト行くにかけてあれこれまた満塁だったらギャグだな、はい、でも去年のあれだなと、はい、また満塁で回ってきたんですよ。ビハインド でピッチャーシコースキーですよ、はい、で回ってきて、はい、ひょっとしたら、うん、去年と一緒やこれまた今年もったらギャグやなと思いながら打席に入って、はい、早々に追い込まれたんですよね、はい、でここで追い込まれてさすがにここでホームラン狙っていくのは難しいと、はい、でしかも勝って負けてるし、はい、で反対方向を狙ってコンパクトにフォークボールだけ振らないように逆方向を狙ってバッチしてたんですよ、はい、打席の中で、うん、でボール振らなかったんで 3-2 になったんですよ、はい、カウントが、うん、でフォークボール見逃して、はい、あれ次インコースストレート来そうな気がするとこれはいったろと、はい、で来てバチコーンって振り切ったらすっごい放物線の高いフライが上がって、はい、フェンスのギリギリ入ったんですよ。で2年連続満塁ホームラン、すごい、この思い出はすごいですね。すごいですね。しかも2008年、はい、満塁でまた回ってきたんですよ、はい、3年連続回ってきたんですよ、はい、でもね2008年その日晴れてたんですよ。で回ってたんですよ雨じゃないとダメなんですね。で、はい、うん、でそこ10者連続ヒットっていうのも神宮であるんですよ、はい、南から始まって、うん、8人連続ヒットです。ずっと8者連続、はい、で僕9番目です、はい、で僕だけヒット打ってないんですよ、はい、もうベンチは大笑いです。プレッシャーあるんですよ、はい、でピッチャー吉川ってアジアから入ってきたサイドスローの、はい、スライダー1点張りで右中間にホームラン打ってやりましたよ。で9者連続で、で南がもう1回打って、はい、10者連続安打っていうのもある。わーすごい、これ日本記録なんですよ。今でも破られてない、その10、破られてないのかな、ね、そこちょっと調べてもらいたいですけど、はい、でその同日にオリックスが広島に10者連続安打してるんですよ。同日っすよ。あ、すごい、へー、してるっていう、やっぱ思い出深いですね、神宮は。そうですね、なかなか試合する機会も少ないのに、そう、交流戦しかないのにそういう思い出があるんですよ。プレーとしてはやりやすさとかもやっぱあるんですか？プレーとしては若干キャッチャーとしてはやりにくいですよ。バックスクリーンの看板が白の字があって、はい、ボールにかぶってちょっとカーブとか上から振るのすっごい見づらかったりするんで、デーゲームだと、はい、であと今は改善されてますけど、その当時人工芝も硬かったりして、はい、バウンドとかもちょっと難しかったかなっていう印象はありますね。でも相性はいいです。バッターとしてはめちゃめちゃ良かったということで、はい、人工最高、はい、ではじゃあ好きな球場第1位いきましょうか、はい、じゃん、福岡ドームっていう、へえ、今のヤフオクドーム、そうです、はい、がもう一番好きです。なんでですか？メモリアルが多いっていう。あ、メモリアルか。ほぼメモリアル福岡ドームですよ。なぜかプロ入り初ホームランも福岡なんですよ、はい、山田明親っていうピッチャーから開幕 3戦目か4戦目かなんかにホームラン打ったんですよ、プロ入り初ホームラン。でそして2003年のおばあちゃんが亡くなった時に葬儀に行かないで試合出た5月3日かなんか の、はい、試合でも代打の代打で出て、代打の代打で出て、はい、で、決勝タイムリースリーベース打って、そこから一気にガンって上がってきたんで、それまでほぼ実績もマイナスです。でそのおばあちゃんが亡くなって、まあ、おばあちゃんが打たせてくれたと思ってるんですけど、はい、その動画はYouTube で他のチャンネルの人が上げてるんでちょっと見てもらいたいですけどはい、それで打って、はい、で決勝タイムリーになって、うん、でそこからガッてきたんですよ。でプロ入り1000試合出場も福岡ドームなんですよ、はい、で2005年のリーグ優勝、はい、で2010年のクライマックスシリーズ制覇も福岡なんで、はい、もう福岡がもう一番何かあったら福岡ですよ。すごい、その時ってロッテと
ソフトバンクの相性的には別にソフトバンクってずっと強いじゃないですか。いやだからもうチームとしてはもう最悪ですよ。だけど斉藤和美、杉内、和田、荒垣で外国人田上さんとかもう毎日エースみたいな。はい。でも自分はめちゃめちゃそこで活躍するわけですね。そうはい。すごい。福岡ドームは、まあはい、対戦するのは本当にホークス強かったんで嫌でしたけど、うんうん、でもまあ、で球場はマリンが僕を育ててくれたって言いましたけど、はい、対戦相手はホークスが僕を一番育ててくれた。そうなんだ。いやもう、ね、スローイングだと川崎選手とか本田選手とかね、はいはい、足が速いのが来るんでそれに打ち勝てるように努力して、はい、技術も伸ばすし、はい、ピッチャーもね斉藤和美とか杉内和田とか、うん、ね、まあ今千賀とかも、はい、セッツとかもね、で真原とかもういろんなピッチャーいっぱいいましたけど、はい、そういう選手をしっかり打てるようにっていう技術の向上もありますし、うん、でバッターとかもね松永さんとか小久保さんとか城島とか、うん、ズレータとかね柴原さんとか、はい、もういろんなもう強打者の選手たちをどうやって抑えれるかっていうリードの勉強にもなりましたし、はい、もう球場はマリン、チームはホークスが僕を一番育ててくれたんで、そのところでも、まあ、戦うのは難しかったですけど、はい、やっぱそういうのって思い出深いですよね。おー、なるほど。じゃあこれ一個聞いてみたいんですけど、まあ、これはもう完全な私の個人的な、まあ、楽天が好きなので、宮城球場はどうですか？今は楽天ベンチ最高。へー、ベンチなんかフェラーリと一緒のシートなんですよね。あ、そうですそうです。あれがもう試合で出ないと、はい、まあ眠くなる。そうなんだ。座り心地がやっぱ全然違うんですか？めちゃくちゃ最高だってね、はい、仙台のね試合の一番最高なのは、はい、今球場が新しくなって、はい、食事が若干変わったんであれですけど、はい、まだ昔の時は、はい、食事が外から来てるお店屋さんだったんで、はい、その名前ちょっと忘れたんで、ちょっと調べたいんですけど、はい、すっごい極太のうどん出す、はい、天ぷらも美味しいうどん屋さんが来ててくれたんですよ、はい、そのケータリングで、はい、そのうどん食べるのがすっごい楽しみだったですね。どこだろう、気になる。ちょっと調べますね。ちょっと調べてくださるんですか？現役時代ずっと2014年までそれでした。あ、でも最後らへんは仙台の球場が新しくなって、そのケータリングする会社が入らなくなっちゃって、はい、変わっちゃったんですけど、はい、気になる。もうね、わかりません。はい、はい、観覧車とメリーゴーランド、はい、レフトからライト、まあ、一周するジェットコースター作りましょう。一周球場一周する。それボール当たりません。いや大丈夫です大丈夫。一周するジェットコースター、はい、球場見てみたいですね。はい、はい、ちょっとお楽しみに。